篠藤義彦は、ハワイ州ホノルルのバーニスピーベショップ博物館に所属する日本の人類学者。ハワイ諸島やフランス領ポリネシアをはじめ、太平洋全域に及んだ人類学的探検調査によって知られている。東京を生まれ、父は遺伝学者、篠藤と基人。1954年、カリフォルニア大学への留学のために、アメリカ合衆国本土へ向かう途中で、 ハワイ島におけるビショップ博物館の発掘調査を手伝い、そのまま博物館で研究に従事することとなった。その後、ハワイ大学を卒業した。発掘調査で出土した多数の釣り針の分析に取り組み、これによる変年手法を生み出して、ポリネシアにおける文化の伝播や交流関係を明らかにした。百六十二年には、ハワイ諸島における釣り針の変燃及びこれと、 ポリネシアにおける釣り針の発達との関係により、北海道大学から理学博士を授与された。1964年から1965年にかけて、シノ島はマルキーズ諸島の羽根で発掘調査を行い、1万2000点以上の鳥の骨を収集したが、そのうち1万点近くは7種類ほどの水なぎ鳥や海ツバメのものであった。40年にわたって、 調査をした、フアヒネ島では、マラエと称される、最新石を含む、有史以前の村落前場の復元と保全に協力した。1977年には、太陽の長距離航海に用いた大型カヌーの残骸を発見した。さらに、シノ島は、ソシエテ諸島、マルキーズ諸島、ドゥアモット諸島などにも調査に赴いて、集落や遺物、移住パターンやポリネシア文化の結びつきについて、 研究した。2013年に死去した、死のの妻、死の和子は日系移民の歴史を専門とする歴史家であった。死のの息子秋は、ビショップ博物館に所属する考古学者である。サーヨシヒコ篠のと名付けられたハイビスカスは、ジルコリエルが死の塔を叩いて作り出した後輩種。この品種は2007年に発表された。死のは、 1995年に日本の訓語等総合局実賞を受賞しており、2000年にはタヒチヌイ訓賞のシュバリエ賞を授与されている。1996年にはポリネシア古代文化研究の業績によって吉川栄治文化賞を受賞した。シノとエスローレギットはかつてマルキーズ諸島にいた絶滅したヒンコの一種であり、サーヨシヒコ島は ハイビスカスの後輩種であるが、いずれも死の塔にちなんで名付けられたものである。ありがとうございます。